タートしました。内で押して押して名将門松と藤岡浩太、攻略通り飛び出して負けじとゼロス、川田優雅も行きます。やはりこの離島の逃げ争い、坂を上がってその後2馬身3馬身抑えて岩田ディープブリランテ、コスモ大空、アダムスピーク続いて、その後トリップロジメジャー、ベールドインパクト、モンストール中段を形成、その後里のギャラント行きました。さらに内はアーデント、最内に取ったスノードン、グランデッツァ後方、その後ろにワールドエースです。1、2コーナー中間点、さあ名将門松行きました。1馬身半のリード、ゼロス2番手になりました。その後が6馬身7馬身相手、2コーナーカーブで相当ディープブリランテ抑えは効いているか、3番手モンストール、アダムスピーク、2頭が続きました。向こう正面に出て1馬身半差、コスモ大空トリップ、その後2馬身差、スノードンロジメジャー、その後ろにベールドインパクト、ワーデンと里のギャラントが行きました。ここは縦1列、マイネルロブスと藤正エンペラーの水槽で 1000m59 秒1、59秒1でいっています。あと後方は13番のシルバーウェイブ、追走でグランデッツァ後方から3、4番手で3コーナー2馬身相手、これを見ながらワールドエース構えて最後方からゴールドシップ3コーナーを回ります。さあゼロスがかわして先頭600を切って6馬身7馬身のリード、名将門松2番手4コーナーカーブ、その後は3馬身相手アダムスピーク3番手2馬身差、ディープブリランテ4番手、その後ろコスモ大空、さらにロジメジャーが動いて、まだグランデッツァワールドエースは後方を外に出していく。第4コーナーから直線打ち出し、ゼロスが先頭、ゼロス先頭、また差を詰めて名将門松、そのうちからゴールドシップ上がってきた。ゴールドシップ200を切ってゴールドシップが先頭に変わる。追ってくるのはディープブリランテ、コスモ大空、そして大外からワールドエースグランデッツァですが、2着争い、抜けたゴールドシップゴールイン、ゴールドシップ2着ワールドエース、ディープブリランテ、コスモ大空3着争い。